ではおそらく今日本人に最も多分人気がある画家じゃないかなと思う。これモネですね。でモネといえば、まあ、印象派、まさにまあミスター印象派といってもいい画家なんですけども、まあ、その出世作というかね、その最も有名な絵がこの作品です。これもね、印象日の出という作品なんですが、まあ、この作品が、まあ、印象派という言葉を生み出す、まあ、きっかけになったと言われてるんですけれども、まさにモネが何を描いたかっていうと、その光なんですが、なぜ光を描いたかというとですね、まあ、この時代、まあ、様々な新しい、表現というか生み出されたんですけど、この写真の登場、写真がですね、1850年、19世紀半ば頃、実は写真という技術が生まれて、実はかなりこの画家たちがですね、危機を持ったというかね、結局、まあ、今その写実、先ほどね、写実という話をしましたけれども、まあ、大正いかに描くか、でそれがこう写真がです、写真によってその撮って変わられるんじゃないかっていうね、非常に危機感を私持ったと思いますね。でもう一瞬のうちにね、その大正を切り取れると。でじゃあ私たちは何を、画家たちはその写真に対抗するというかね、画家たちとしてあるべき姿は何かということを多分逆に刺激されて、模索し始めたところがあります。で写真っていうのはもともと光から大正を捉えるわけなんですけど、逆に写真にできないことは何か、逆にその、光をその源となっている光をいかに表現するかっていうことに、実はモネは逆転で考えた。でですから、いろいろな風景とかね、いろんな絵を残されてますけど、単にその対象自然を描くとか風景を描くっていうことではなくて、その風景対象となった自然を通していかに光を表現するか。でそのモネが発見したことがですね、私たちが目にしているものっていうのは、その目にしている対象のその固有色があるわけではなくて、光によって私たちはいろいろその見え方が変わると。それもまあ時々刻々、その時間帯とか季節とか、環境とかですね、風とか空気とかによっても全て一つとして同じ色はない、同じ見え方はないということから、いかに光を表現するかということに、実は苦心をした人ですね。でその、まあ、出世作というかね、最初になったのがこの印象日の出で、もともとですね、この印象派って言われてますけども、初めからそのモネたちが印象派というものを、徒党を組んで派閥を組んでやるって話じゃなくて、これを見た評論家が実は名付けたんですね。でこの絵を、実はこれフランスの北の方の、港でルアーブルっていう港町があるんですけど、そのルアーブルの港を描いたこれ作品です。で1872年、左の方にね、クロード・モネ、72って入ってますけど、でこれは、まあ、マルモッタン美術館にある作品なんですけれども、でこれを最初の印象派展に出品をしたと。でその時最初モネは、ルアーブルの眺めってタイトルにしようとしたらしいんですけど、やはり、やっぱり自分が何を描くかっていう時に、まあ、印象を描くっていうことで印象を広げると。でこれを見た批評家が、これはもう非常に印象を描いている絵ですねっていうことで、まあ、印象派展ということで、まあ、実は展覧会名が後についたんですね。それ以降、まあ、印象派っていう括りでこの印象派展に出品された画家たちが紹介されるようになってきたんですけれども、
それの最初ですね。でここにもあのモネの良さというかね、これまあこのルアーブルの港を描いてるんですけど、この日の出の様子からやっぱり光を描くと、でこういうね、まあ、ここに、まあ、あの画面がよくその筆色分割っていうんですけれども、原色をね、まあ、いわゆる、まあ、点描で、やることで、あの初めから絵の具を混ぜずにですね、筆色を分割して、描写をしていくと、それが見る人の網膜の中で、色が混ざり合ってそういうふうに見えるということなんですね。それが、まあ、筆色分割、これも、まあ、印象派の大きな特徴なんですけれども、まあ、この作品でもねは、いかに光を表現するかということを求めたわけですね。でそれ以降、まあ、いろいろな絵を描いています。まあ、その代表作がこの睡蓮なんですが、この作品の紹介の前にですね、モネの今の写真というか筆色分割、それからですね、あの連作っていうことなんです。あの例えばこれ積みわらの連作で、これもあの積みわらをあの、これ上の方がですね、これ夏の積みわらなんですね。で右下がこれ冬の積みわらの様子なんですが、あのこれ一つのテーマを一つの場所をですね、季節ごとに描いていく、あるいはその時間帯によってその変化を描くと。ですからそのこの積みわらのあるこの場所を描くっていうよりも、この積みわらの、描くこと、積みわらを通してね、この光とかその大気とかあの風とかの流れを、この時刻刻の変化を 見つめる中で、いかに、私たちもそこから見え方がどうなるのかっていうことを実は実験的にやろうとしたんですね。これによっても光を求めると。例えばこの墨田の連作とか、これも有名ですけどね、このルーアン大聖堂の、連作、これも、まあ、今ちょうど今この昼下がりと日没なんですけれども、まあ、同じ角度から、なんですが、まあ、時間帯によってその光によって見え方が全然変わってくると。でその絵の様子もね、全然あの私たち、があの触れる感覚も違うということを連作によって、まあ、発見をしたんですが、実はこの連作という発想もですね、これジャポニズム、日本なんですね。あの浮世絵の、まあ、北斎の富嶽三十六景とかね、あの同じ富士山を描くんだけど、時間帯とか季節とか角度によって見え方が変わるとかですね、あるいはその、 あの絵巻物みたいなね発想とか、それは本当に西洋にはないあの切り口なんです。これ本当に日本的です。この連作にあの思いが至ったのもまさにジャポニズムの影響なんですね。でこの、まあ、いろんな実はあの場所を連作で、描いています。で実はこの積み荒のです、ね、連作、これも、数十点あるんですけれども、でこの絵をですね見た、実はこれカンジンスキーがね、またカンジンスキーはまたあの抽象画の話の時にをしますけれども、まあ、抽象画の代表というか最初の抽象画を描いたと言われているカンジンスキーなんですが、カンジンスキーがこの積み荒の連作を見てね、いや自分が、思い描いていた絵画の方向性をこれで発見したっていう実は有名な、言葉を残されているんですけども、まさに、モネの作品を通してその後、まあ、抽象画が生まれてきた、まあ、実はきっかけになった作品なんですね。ですから漢字付けはどこを見ていたかというと、この積み荒の形を見ていたのではなくて、このこういうところを見ているわけですね。あのもっと、全体を見るのではなくて細部を見つめる中で それを突き詰めていくと抽象画になるというところをあの発見があったと思いますね。でこの原作の、まあ、究極というか至った、代表作がこの睡蓮の、
まあ、連作なんですね。で、まあ、睡蓮、まあ、日本でもまあ有名で日本にもたくさんあります。実はここで紹介しているこの作品は、これあの国立西洋美術館にあるこれ睡蓮のこれ画像なんですけれども、あの非常に、この睡蓮も連作をすることでまさにいろんな発見をしたわけなんですが、この睡蓮の連作もですね、実は非常にその、ね、ジャポニズム、日本の影響です。で、まずこの作品、まずこの形ですね、これスクエア、これ正方形なんですが、この形もですね、あの実は日本的で、あの、うん、キャンバスの形ね、 F、 例えばあの大体こういう長方形なんですよね、 F、 あこれは、F の M かな、あこれはあの F っていうのがね、フィギュラティフっていうフランス語で、あの人物を描くのにふさわしいっていう大きさで、大体あの長方形です。 で F、 それから P っていうのはペイサージュで、これ風景を描くのにふさわしい形で、 M がマリーン、で大きさとしてはこれが大体 M かな。で、この辺がこれ、多分これ F, F サイズみたいな大きさね。で、その向こうがまあ P サイズ。で、大体長方形があの、基本なんですね。それがこの S、スクエアっていうのがですね、実はこのサイズ規定でいくと、これ変形なんですね。変形サイズなんだけれども、日本では、実は、色紙とか懐紙とか折り紙とか正方形結構よくあるんですけどね、で西洋ではねこれ実は変形サイズなんですけども、これ形もあの日本の影響がありますし、この後のこの有名なオランジュにある睡蓮の絵、これももう本当に横長ですよ、これもいわゆる無限に繋がるような横長なんですけど、これも日本の屏風とかね、あの絵巻物とかですね、それも西洋にはない発想なんですよね。これもいわゆる日本的なあり方、非常にですから日本の、あの絵画っていうのは非常にフレキシブルっていうか自由度、でどっから見てもいいということですよね。で、あともう一つ日本の影響としてはこの切り取り方なんですね。でこの睡蓮もこれ俯瞰構図、斜め上から見てる構図なんですが、普通あの西欧のアカデミックなあの描写でいくと、大体あの一点透視法っていって、横から 見る一点から見た視点でその遠近法とかねで捉えていくっていうのが一般的なんですけれども、それが日本の場合にはですね、この俯瞰してみるとかね、多視点でいろんな角度から見ていく、ですからこの俯瞰構図っていうのも、まあ、浮世絵にもあるし、その遡るとあの源氏物語絵巻なんかもみんな俯瞰構図で見ていくみたいなところがあって、それもですね非常にこれも日本ならではの切り口、それもかなり西洋に特にこのモネだともね影響を受けて、こういう切り口からの絵っていうのも非常にこれは斬新な発想なんです。ですから非常にその日本の絵画の自由さとかね、フレキシブル。ですからその絵もカチッと決まったこの横長のサイズで、横から見て、まあ、多くの人が思うあの視点で見たものと我々向き合うだけなんですけども、これ日本的な絵画でいけばどっから見てもあの絵として見ることができるしね、でそれがもう無限にある意味で無限に続いていく可能性を感じさせるということですね。それでこのあのオランジュ美術館のあの睡蓮の部屋なんですけれども、
これがですね、今からもう100年前に、第一次世界大戦がね終わった後に、まあ、フランスは戦勝国になって、当時 の、 あのクレマンソーという首相が守るにね、その戦勝記念として、その睡蓮の部屋を作りたいということで依頼をして、でモネがそのために、まあ、書いて、まあ、フランスが買い上げたと。それがまあ今ちょっとあのもちろん100年前に書かれたものが改装されて、まあ、こういう状態すごく見やすくなってますけれども、まさに、モネの睡蓮の伝道ですよね。で、モネ自身ね、先ほど相当日本の影響という話をしましたけど、あのジュベルニーね、あの自分のアトリエとあの日本的な庭園を作ってね、そこでまあ生涯、まあ、最後過ごされた。今でもまあそこが、まあ、あの観光地として多くの人が、訪ねますけれども、そうしたところでまあ生み出された、この睡蓮の連作ですね。で、晩年まで、書いていたんですが、晩年あのその白内障になったりしてちょっと目がね、あのよく見えないというか、病になったことでなんですけど、それでもまあ睡蓮はですね書き続けた。あのある意味で自分自身が見える、自分自身なんとなく最後の晩年の最後の方の睡蓮の絵ってかなりモヤモヤしているところがあるんですけど、あのそれも、まあ、自分自身が見えるというか、自分自身が見た、実際の感覚でそのまま描いている。それがまあ独特の、あの表現になっているわけなんですけどね。ですけど先ほどの、カンジンスキーも含めてですね、モネの、 この特に睡蓮は非常に20世紀アートに大きな影響を与えていると。で特にモネがですね、この睡蓮の殿堂を作った時に、自分自身語っているのはこれは大装飾画である。で実はこの装飾っていう概念も、西欧においてはね、どちらかというと、工芸というかそのファインアートよりもの方が、まあ、格上、装飾的という表現がちょっと美術的には、格下みたいな感覚があったと思うんですけれども、実は日本の美術の革新というか、歴史はまさに装飾美なんですね。でそれをモネはあえて大装飾画と称して、これはでそれによっていわばその、私たちが生活をする場、というものをその装飾画とともに、何かしらの刺激を受けると。ですから特にその建築と絵画という関係性もですね、この、睡蓮の絵を通してね、ここで彼は、提示したわけですね。やっぱり西洋的な考え方とかあるけど、絵画は絵画と自立しているものであるっていうことが、まあ、あのずっと言われるわけなんですけど、あくまでその建築と絵画との関係性の中でこの大装飾画としての、ね、絵の意味というものも実はモネはあの伝えようとしています。で実はこの大装飾画の考えが20世紀になってから抽象表現主義ということで、先ほど、まあ、あのカンジンスキー抽象画のそうと言われている感じ好きにも影響を与えていますが、特にアメリカを中心とした抽象表現主義にもですね、非常に大きな影響を与えていて、まさに20世紀アートはですね、このモネ以降で、実はセザンヌがあり、ピカソがいるわけなんですけれども、20世紀アートの大きな主流になったこの抽象画っていうものもね、もう非常にまあ大きな影響を与えているということですね。それとあとその日本との関係でいうとですね、非常に早い時期からモネは日本にも紹介されていて、林忠正とかですね、
実は林忠正っていう人は骨董商なんですけど、パリ万博でね、日本の浮世絵とか工芸品を向こうで紹介をして、向こうで商売をした人なんですが、もちろん言葉もできた、フランス語英語できたことで、通訳的なことも向こうで日本の政府関係者ともね、向こうを紹介するっていう、いうことで役立てられた方なんですけど、で直接やっぱりモネたちがかなり日本の美術に関心を持ったことで、林忠正がかなり日本の浮世絵とか工芸品を彼らに売ってるわけです。で逆にお返しではないで、かなり公開したものもあったと思うんですけれども、モネから直接譲り受けたその絵画をね、また日本に普及させるとか、実はこの林忠正っていう人も日本の画商の草分けとしても非常に評価されるべき人ですね。それからこの小島虎次郎っていう人は倉敷にある大原美術館のね、大原さん の委託を受けて、もともと画家なんで、すごくいい画家なんですけれども、やっぱり画家として目が利くということで、フランスに渡って、で大原さんのバックアップで、モネなどの絵を、ね、直接仕入れて、で日本にもたらしたと。ですから今大原美術館にもあります。ですから非常にこういった人たちが直接モネとの、ね、交流の中で、日本に印象が、特にモネの絵画をもたらしたり、そういう功績があるという非常に大きな存在ですね。でモネは非常に今日本の美術館にもたくさん、国立西洋美術館、ポーラーから、ブリヂストンとかね、大原結構入ってますね。で一番新しいところで直島、瀬戸内海にある今福武書店がねプロデュースしている直島があって、現代アートの島として、世界的に有名なんですけども、そこにモネの睡蓮の部屋があってですね、それが非常にいい作品です。多分最近の日本に入ってきた睡蓮としてはね、非常に意義深い作品ではないかなと思うんですね。非常にモネは身近にあります。で価格もですね、今高いです。で睡蓮は数が結構、他の作品ももちろん高いんですけど、特に睡蓮がね、30億から50億ぐらい出てきます。出てきますって言ったらね、そんな。それではですね、今日は印象派の真っ只中の話で、今日紹介する作品もちょっと何人か出てきますが、印象派印象派ってね、言って、なんかもう印象派がずっと20世紀に入ってもなんか続いているような印象なんですけれど、実はその印象派として展覧会が行われて発表されたのがこの8回だけなんですね。1874年から始まって1886年で、ただそれでしかも実はですね、第1回のこの今第1回印象派展と言われてこの1874年の時のですね、最初のこの展覧会の名称は画家、彫刻家、版画家等の芸術家の共同出資会社の第1回展っていうのが正式名称だったんです。でその時に先ほどのモネの印象日の出が出品されて、でそれを見た、人が、評論家がこれ印象派だということで、後にこれが第1回印象派展と名付けられて、その後第2回第3回という形になったんですね。でその時に、モネ、ルノワール、ピサロ、セザンヌ30名が参加しています。でその時 の会場がですね、これ写真家ナダール、このナダールっていう人もね、非常に美術史においても重要な方なんですけど、先ほどね写真の登場の話をしましたけれども、この第1回印象派展がね、この写真家のスタジオで行われたというのも、先ほどのね写真と絵画との関係性を考えると非常に意義深いというかね、あえてその写真家のスタジオで絵の展覧会をやったということもね、私はモネたちのその思いというかね、感じるところがありますね。で実は私たちが一番オーソドックスな印象派として思える展覧会としては、この第2回第3回ですね。で第2回がこれデュラン・デュエル・ガロ
で実はこのデュラン・デュエル画廊っていうのがですね、この印象派を売り出すのに非常に功績のあった画廊で、ただ最初はほとんど売れてません。売れてないんだけれども、まあ、頑張ってまあ、その後のアメリカ市場を開拓したことで、まあ、印象派が、まあマーケットの中心になっていくわけなんですけれども、それの、まあ、創作期からね、バックアップしたのはこのデュラン・デュエル画廊で、これがモネのノワール・ピサロ室で、第3回この辺は、まあ、実は、その場所を借りてやってますね。ルペンティア通りプラス通りとかね。で実は第4回がですね、これタイトルが実はこのアンデパンダン・レアリスト印象派の美術家たちグループによる第4回展ということになっていて、実はこの時はですね、印象派だけではなくてアンデパンダン・レアリストなんですね。でこうなったきっかけが、まあ、このメンバーの顔ぶれからそう推察すると、このゴーギャンの登場が非常に私は大きいなと。でゴーギャンが入ってきたことでかなりその印象派のですね様子がちょっと変質してきて、かなりこの人は自分で組織する、その後にナビ派とかコンタベン派とかね、まあ、ゴッホとの共同生活なんかもありますけど、かなり親分派なところがあるので、この人が加わったことでね、かなりそのこういう形でやろうということで多分展開があったと思いますね。アンデパンダンでやる人で、第5回がアンデパンダンの美術家たち世のグループで、ここがです実はアンデパンダンなので、いわゆるモネとかルノワールは実は参加してません。ですからちょっとこの辺もね、少しずつ変質してきてるかなと。第6回で第7回の時にまたモネ・ルノワールが1回参加してるんですけど、それ以降、ここでまだ8回で終わると。で実はこの画家の一覧表を見ても分かるように、全てに実は参加してるのはこのピサロただ一人なんですね。まあ、ドガも比較的年長であるということで比較的参加してますが、セザンヌは第1回と3回ですし、モネとルノワールも1回から3回まで4回で、ギョーマンとメアリカさんとハイボルト、ゴーギャンで、ゴーギャンが後半になってますね。でこの中でこのメアリカサットっていう人は上流画家でね、アメリカの画家なんですけれども、この人は第4回から参加してますが、このカサットのお兄さんがね、アメリカのペンシルバニア の鉄道会社の社長ということで、かなり、経済的にバックアップしてます。ですからもともとそうね、まあ、今となっては印象派も高いんですが、この時代まだ全く最初の頃もね売れてませんので、この、カサットが加わったことでかなり経済的にはね、印象派の方たちもバックアップされてるんじゃないかなと。まあ、こういう変遷があったと。ですから画家としてね、まあ、こういう、まあ、みんな今ではもう有名な画家ばかりなんですけれども、この印象派展の動きとしてのポイントはこのカサットの登場であったり、このゴーギャンね。でゴーギャンとかゴッホ、セザンヌは次回やりますが、なんかその美術史の中ではその後期印象派っていうなんかくくられ方してますけど、印象派に前期も後期も実は私はないと思っていて、全く実は違うものですね。ですから厳密な印象派ってのは本当にこの辺りです。で特に印象派の代表 作品が出品されたのはこの第3回なんですけどね、デュラン・リュエルなどが参加すると、あるいはこの第3回で印象派の代表的な絵が出品されると、この辺りが最も印象派的な展覧会ではなかったかなと思いますね。まあ、それが、まあ、こういう流れがあって、で今ですけど、で今こういう画家たちも含めて、まあ、印象派の画家たちということでね、非常に、まあ、展覧会やれば人が入りますし、まあ、美術マーケットにおいてもね、まさに中心になってきたということで、まあ、なぜ印象派が高いかというのは今日最後にちょっと話をしますけれども、まあ、そういう、まあ、歴史があったということですね。